ノブポン TV からのお願いだ。本動画をご視聴する際はチャンネル登録と通知ボタンのチェックを忘れなく。それから公式ツイッターのフォローも忘れるんじゃねえぞ。ほっといけねえ。リプありならフォロー返しも 100% だ。そんじゃまゆっくりと明るい部屋でご視聴してちょうだい。どうも皆さんこんばんは。本日もミニ四駆超速グランプリをお届けしようと思います。さて、超速グランプリですね、シーズン7スタートしましたね。皆さんどうですか？ぶっちぎりでタイムは伸ばしてますでしょうか？私ですね、相変わらずタイムが微妙という感じで苦戦しております。なので本日はですね、前回のシーズン6の超速グランプリの結果を踏まえてですね、反省会の動画を、お届けしていこうと思います。そしてね、収録時間がおそらく長引いてしまうと思うので、動画をね2つに分けたいなと思います。反省会動画バージョン1とバージョン2という形でねアップしようと思います。そして事前に1点ですね、皆様に共有したいことがございます。前回前々回ですね、動画の方でも、周知したと思うんですけれども、チーム募集のお話ですね。で今回ですね、新たにチーム募集をされた方がいらっしゃいますので、私の方からもですね、ご紹介させていただきます。まずチーム名ですね。でこちらがミニ四レーサー集まれです。はい。でチーム ID はテロップの方でお付けしますのでね、チェックするようにしてください。で、こちらのチームですね、大会条件ございますので、皆さんね、確実にチェックするようにしてください。4点ですね。まず1点目、大会自由。まあ、ここは当然ですね。で、2点目、1日1回チャット必須ですね。はい。で、3点目が2週間以上ログインなし。はい。4点目が、ゲームの参加の意思が感じられないと判断した場合です。ではね、私の方からもそれぞれね、ちょっと補足で解説していこうかなと思います。まず1日1回のチャット必須っていう部分ですけれども、まあそうですね。私のあのチームの方でも、まったり駐屯所に関してはね、いろんなご意見が飛びますけど、のんびり駐屯所に関しては、チャットはほぼない状況ですね。現状ですよ。うん。なので、そうだな、まあ、挨拶ぐらいっていう感覚でいいんじゃないんですかね。なので、1日1回ですね、こんばんはとか、お疲れ様ですとか、まあそういう感じでね、挨拶していただければいいわけですから、それほどハードルが高くないかなと思います。で、3点目の2週間以上ログインなしですね。まあこれに関してはですね、現状この超速グランプリに関しては、確実にですね、毎日改造しなければいけないし、それこそパーツの購入もしなければいけないわけですから、そもそも2週間以上ログインなしというのはもうゲームやめてると思いますから、まあこちらも問題がないのかなと思いますね。はい。で、最後のゲームの参加の意思が感じられないと判断した場合ですね。で、こちらに関しても、今回このチームを立ち上げられたリーダーの方からもですね、必ず事前にですね、1通はご連絡するということでしたので、まあ、そんなに気にしなくてもいいのかなと思いますね。はい。ではね、早速本日の本題に入っていこうと思います。まずこちらですね、見てください。私の現状のですね、グレートカーブサーキットの順位です。シーズン7の順位ですね、38秒と317です。全国順位が9666位ですね。まあね、タイムが本当微妙なんですよ。で、正直ね、前々回のドラゴンバックとかね、ナイアガラに比べると、もうむちゃくちゃ悪い順位ですね。まあ、いろんなね、その原因があるんですけれども、まあ、それをね、本日一個ずつ潰していこうというわけです。で、その中でも、私がですね、回答できない部分や、もうね、どうしたらいいか分かんねえよみたいな部分もございますから、そういった部分も踏まえてですね、私よりこのタイムの速い方々、もしくは知識人の方々から、コメントをね、いただくような感じで、お届けしたいなと思います。で、その中で、ぜひね、コメント頂戴するときに、事前にですね、順位〇〇位、タイム〇〇秒という形で、前段書いていただいてコメントもらえると、とてもですね、ご参考になります。
よろしくお願いいたしますね。でまずね、ここで私のマシン診断見ていただきましょう。こちらですね。はい、どうぞ。これですね。どうですかね。で、この結果を見た時にね、真っ先に思うのが、この最高速度だと思うんですよ。27.79 ですよね。で、ここがね、とにかく遅いんです。うん。で、今回のグレートカーブサーキットの場合ですね、皆さんここ、だいたい31とか2とか、それぐらいでしょ。なので、もうそこからにして、全然勝てない状況なんですよね。個人的にあと重要かなって思ってるところが、こちらのタイヤグリップとですね、最高速、到達時間ですね。ここが重要になってくるのかなとは、個人的には思ってますけどね。はい。じゃあ早速ですね、それぞれのパーツをチェックしていきましょう。まずモーターに関してですね、こちら。はい。で、こちらはですね、モーター現行、レブチューンの星6を使ってございます。で、こちらの改造ステータスを見ると、すべてスピード関係に割り振ってまして、腕前レベルが今41です。なので41まで、現状マックス数値まで、高めているような形ですね。で、これでもさっきの27なんですよね。全然速くないんですよ。じゃあどうやればね、ここから最高速度が、さらに上がっていくのかと考えた時に、まず一つ思い浮かぶのが、腕前レベルを上げて改造上限を上げていくことですよね。で、もしくは再改造キットでこの職人技の項目をね、試行に増やしていくっていうところですね。で、ただこの再改造キットに関してはですね、完全に運任せになりますし、現状ですね、私こちらの、再改造キットがございませんから、もう全部使っちゃってこれなので、なので、現実的ではないということになってきますよね。なので、この腕前をですね、地道に42、43と上げていくのが一番早いのかなと今は考えております。で、ただし、腕前を単純に上げると言ってもですね、大量のガッツですとか、スターコインが必要に、なってきますしね、そもそもシーズン7残り日数も、それほどございませんからね、そこら辺も踏まえて本当にその改造でいいのかというところですね。はい。最高速度がですね、最も効率的に伸びる方法ご存知の方いれば、コメントしていただければ嬉しいです。はい。まずこちら1点目のモーターに関してですね。で、次2点目ですね。はい。こちらギアに関してですね、現状4対1スーパーカウンターギアを使用しております。で、改造の捨てですね、こちらになりますね。はい。ギア負荷とパワーロス、パワーをレベル41に上げてるような状態になります。まずね、その大前提として、なんで超速ギア使ってないんじゃっていう部分なんだけど、ガチャ回したんですけど出なかったんですよね。なのでもう仕方がなくこちらを使ってるような感じですね。もうその時点で若干そのなんていうのかな、タイムに影響するのはもうしょうがないんだけど、でもないものをね、言っても仕方がないから、とりあえずこちらでね、今は論じていくっていう感じにしたいなと思います。で、ちなみにですね、この、ギアに関してはそもそも改造項目の選択肢がそれほどないので、あまり迷うこともないかなと思うんですけど、このパワーロスギア負荷ですね、これがレースにどう影響を与えているのかっていうのが、私の方でもね、あまり正直理解していないんですね。とりあえず当ててフルマックスに改造しているっていう状況ですね。はい。で、ここら辺もね、ご存知の方いたらぜひコメントいただけたら嬉しいです。で、特に4対1スーパーカウンターギアを使って、タイムがですね、速い方ですね。ぜひそこら辺踏まえて、教えていただけると大変助かります。で、次に3点目ですね、ボディに関してです。で、こちらはですね、現行シャイニングスコーピオンを使っておりますけれども、使ってる理由としてはこちらですよね。スピードアッププラスですね、マシンの最高速度が大きくアップする。これが理由で選定しております。そしてステータスに関しては、限界軽量化と、冷却能力向上で統一しているような形ですね。で、ただですね、この冷却能力向上に関しては、
正直ですね、この節電効果の効果がいまいち不明なので、でこちらのですね、無改造のビクトリーマグナムの、肉抜き軽量化3箇所全部と、あとは各フラグにですね、限界軽量化とエアロダウンフォース減少ですね、こちらを入れていくべきかなと考えております。入れる理由としてはやはりこの最高速度を上昇させるっていうことですよね。はい、その他何かですね、おすすめなセッティングがあったらぜひ教えてください。非常に助かります。そして次がシャーシに関してでございます。でこちらが本日の最後の、議題なんですけれども、現行ですねタイプ3シャーシを使っております。でタイプ3かタイプ2でかなり迷ったんですけど、とりあえずですね、テクニカルな部分も多いですから、立ち上がり速度を優先してですね、このパワー系をセレクトした形になります。でちなみにですね、ギア相性ですね、はい、でこちらに関しては 773.124 という数字になります。そして、ステータスに関してですけれども、限界軽量化 ×1 超精神対策 ×2 精神対策 ×1 ギア1の調整 ×2 という形でね、改造しております。でこのシャーシに関してなんですけれども、これがねタイムが伸びないもう一つの原因かなと個人的には考えております。で特に今回の超速グランプリに関してはですね、ここら辺の超精神対策とあと精神対策ですかね、もうここら辺は不要なのかなと思っておりますんで、まあ極力重量を軽くする、もしくはギア負荷の全振りで、改造しようかなと思っております。で特にチーム内からもですね、このギア負荷全振りに関しては重量があっても十分に速いというですね報告も上がってきておりますんで、まあ、今後ですねどちらかの改造で統一しようと思います。皆さんはどちらがいいと思いますかね。何かこう実際にですねそういうシャーシを使ってられる方や知識人の方ですねいらっしゃったら、ぜひコメントいただけると大変嬉しいです。はい、ではね本日の反省会動画バージョン1は以上になります。皆様いかがだったでしょうか。私よりね早いミニオンレーサーの方々、知識人の方々からねコメントいただけるととても助かります。そして今回のね私のようにタイムが伸びなかった方々は、ぜひ本動画とねコメントをね参照していただけると、シーズン7がねそれ以降の超速グランプリにも必ず活かせれると思いますので、ご参考にしていただければなと思います。では続けてね、ホイール、タイヤローラー、アクセサリーに関しての反省会動画お届けしますんでね、ぜひ、この機会に皆様チャンネル登録お済みでない方はね、よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。あばよっ。